福神チャンネル始まるよ。状態は悪くないけど燃料が来てる感じがしない。火花は出てるからちょっとエアクリーナーとキャブだな。よし、じゃあやっていきましょうか。はい、じゃあキャブレター外していきましょう。まずはガソリン、ガソリン来てるね。ガソリンがここまで来てるということはやっぱりキャブレターがダメか。これでだいぶすっきりしたね。よいしょ。うわ、これはクーラントのホースだったんだな。来た。よし、ほい、外れました。まあまあガソリンが取れた、出てきちゃったよ。はい、キャブレターをね救出しました。外してみるとやっぱ古いガソリンの匂いするな。もちろんキャブを開けた経験があるな。一回臭いガソリンが、ガソリンが臭いよ。こんにちは。ひどい状態ではないけど、くさ。よそに言うと同様に、ちょっとここダイヤフラム開けてみます。ダイヤフラムちゃんは、お、大丈夫だね。うん。綺麗。取れた。うん。メインジェット。詰まってるか詰まってないか微妙。基本的にはめちゃめちゃ綺麗です。キャブクリーン。よし、OK でしょう。最初これだよね。つけましょう。よし、いった。そしたらポンポンとコースをつけていきましょう。いっと。よいしょ、バンド。
そして OK。 OK、 こんな感じだよね。大丈夫そうだな。汚くないですね。OK。OK。よし。OK。かかるかな。これで。ないでつけるって。よし、とりあえず、うん、完了しました。あとミラーがね、到着すればいいかと思います。あとタイヤだね。